はい、というわけで、ネク君のお家に来ましたね、はい、名古屋久しぶりですね。久しぶりですね。あ、夏以来ですね。ちょっと行きますか、ネク君の家に。 あ、お疲れ様です。今日は勉強してないんだ。ちょっと話しますか。はい、お願いします。ということで、ネク君の自宅に来ました。今、3月2日ということで、はい、じゃあ全ての結果が、そうですね、ちょっと出たということで、二浪の偏差値29のネク君が目指してマストに果たして受かったのかということなんですけども、ネク君もまだ知らないんですよね。見てないです。ずっと頭であります。自己採もしてないということで。そうですね。まあ、その受けた感想っていうのもまず、自分的に教育はちょっとやらかしてんなっていうのはありますね。実感として、社学の方が自分的にはパーセンテージ的には高いかなと踏んでおります。なるほど。はい、やっぱり試験に受けた感じ、やっぱ他の大学とは違った、はい。もちろん過去問でもやっぱりそういうのは感じてたんですけど、うん、もう問題の質が全然違うなっていう風に。で、今年から早稲田は電話じゃなくて、あー、そうです、ね、ネットでね、はい、見れるようになったんだよね。そう、じゃあ3人で見ましょうか。はい、でもなんかあれだけどね、機械でポッてなるのもあれだけどね。電話音声どっちがどっちも一長一短か。じゃあとりあえず楽しみます。あ、それをしたら多分。お願いします。そうっすね、不合格でしたね。うん、教育はぶっちゃけそうかなっていうふうには思ってたんで。まず、社学がありますから。はい、そうね。はい、じゃあ、うわ、本当に最後の発表なんですけど、見たいと思います。社会科学部、はい、もう最後の最後ですね。本当に最後です。1年間の成果を、はい、お願いします。不合格ですね。まあ、ちょっとというわけで、はい、この早大受験物語はね、まあ、早稲田大学合格できなかったという、まあ、結果に終わってしまいました。今どういう気持ちというか、うん、もちろん結果としてはすごい残念なんですけど、まあ、これでやっと受験が終わったということで、もうこれほど多分努力したことっていうのはないと思うので、達成感と、まあ、でももう少し自分の中で、詰めれるところがあったんじゃないのかなっていう、うん、まあ、2つの気持ちが今自分の中にありますね。まあ、正直もう俺がやっぱ今まで現役時代から、まあ、浪人時代まで、まあ、必死こいで勉強してもギリギリ手が届いた早稲田大学にやっぱ1年で合格するっていうのがすごい、まあ、こんな企画をやっていてなんだけど、すごい無謀なことではあったけど、俺らの中でも可能性を感じさせてくれたのは、前向きに毎日毎日勉強時間も積み重ねて、本当にネク君は受かるんじゃないかって思わせてくれたし、まあ、その努力した経験は、まあ、生きると思うので、全然落ち込まなくても俺は大丈夫だと思います。ありがとうございます。本当によく頑張ってたと思うよ。受かると普通に思ってたもん、うんうん、逆にそこまで思わされたっていうのが、それだけすごい熱狂してたというか、受験に対して。そうですね。どう、この生活ももう、はい、終わりというか、うん、毎日も受験しか、はい、受験勉強しかしてなかったと思うんだけど、個人的に本当に勉強
っていうことをしたことがなくて、まあ、とにかく、まあ、一つ、まあ、結論として言えるのは本当にこの1年間すごい幸せだったなっていう感じれる場面がすごい多くて、まあ、浪人生活を経て得た、まあ、仲間であったり家族のサポートがあって、うん、この浪人期間を、まあ、僕一人じゃ絶対に乗り切れなかったんで、本当にもう周りの方に感謝しかなくて。そうですね。でこれからどうするんですか？大学は？あ、そうですね、うん、まあ、自分は他の大学も結構泣かず、出願していたので、まあ、その中で、合格を、いただいた大学が、ありましたので、東京の方なんですけど、進学させていただくことになりました。まあ、でもそれはすごい俺らとしてはホッとしたというか、まあ、東京の学生には一応なれるってことで、そうです、よかったよかったです。後ろになんかちょっとこれ、後ろにこれなんかすごい気になってたんだけど、はい、MacBook Pro とか、そうですね、三脚とかが、あ、はい、そうですね、挑戦したいなと思うことが、まあ、自分の中でできまして、大学生 YouTuber として活動していこうというふうに機材を用意させていただいてます。なるほど、じゃあ大学生やったら YouTube を始めると、はい、そうです。あ、受験の棚がさ、はい、もうさ、昔の赤本がなくなって、なんか今日もう成功者の本みたいな、もうシフト、ワークシフトとかなんか早いね、行動が。まあでもね、とりあえず一旦飯でも、はい、行きますか、はい、プライベート全然遊んでもなかったもうネック本当に一分一秒を締めたから、うまいことですよ、ね、誘いなかったから、まあ一応ね、そうお客様会ということで、ちょっと行きましょう、はい、うん、合格発表後、焼肉屋で壮大受験物語の打ち上げを開くことに。じゃあ壮大受験物語、お疲れ様です。お疲れ様です。まあネックがね、 YouTuber になるということで、はい、YouTube どんなことやっていきたいの？なんかみんなができそうでできない、なんかやってみた系をやりたくて、まあ例えば、まあ、自分で船作っちゃって、まあ、それで大航海出かけてみたりだとか、あとはなんか新宿2丁目のなんか公園にいるとなんかめっちゃ話しかけれるみたいなのがあったんで、まあ、なんでまあ僕と、まあ、もう一人のカメラマンで一緒にあの、まあ、待って、で、最後までついていったらどうなるのかなみたいなのがちょっとやってみたいですね。グーさん、真面目に勉強してたネック君をみんなどう見ればいいの？そんなさ、やだわ。ネック伸びない気がしてる。大学名は公開しないの？まあ、ここでは多分公開しないんですけど、まあ、今後僕のチャンネルだったりとかで公開してめっちゃ来ると思うコメント、でも早い段階で伝えると思うので、ぜひチャンネル登録して待っとけ。よろしくお願いします。職場のさ、同僚とか、はい、なんか高校の友達とかってみんなやっぱ応援してくれてた？そうですね、気にしてくれてましたし、まあ、でもこう一部の人には本当に一部の人しか行かなかったんで、うん、まあ、その伝えた人たちは結構気にしてくれて、そもそもそのネックンの行くところからも受験するっていうこと自体がもう珍しい、もう考えられないです、ね、考えられない、もう常識の範囲外というか、もう就職が絶対みたいな感じなんで、もし大学を目指すんだったらもうこの学校やめてくださいみたいな、そういう感じだったんで。何がきっかけだったんですか？僕がホテル業界を目指したのは、ホテルって結構大きな会社がやってるんで、うん、まあ、その会社であればその、まあ、労働時間とか、うん、ちゃんと法律に基づいて、うん、しっかりやって、まあ、安定した給料をいただけるのかなというふうに、で、まあ、好きな料理がホテルの料理を通じて、うん、上達していくんじゃないかなというふうに思ってたんですけど、まあ、その実態が違ってっていうのはあれですけど、まあ、普通は8時間なんですけど、まあ、毎日13時間以上働いて、しかもサービス残業なんで、サービス残業が1日5時間13時間で、その間まあ給料発生しないんで、働いてる時は怖くてできなかったんですけど、時給換算してみたら、1時間あたり430円くらい、あとずっと暴言言われながら働いてたんで、まあもうここにいていいのかなっていうか、本当は大学受験とかしてみたい気持ちもあったんですよ。我慢し続けて、なんか周りの同調圧力に屈していいのかなみたいなのがあって、周りの批判を浴びながらですけど、やめて、そうですね、受験を決断しました。これできなくない？普通の人めっちゃ怖かったです。怖かったです。めちゃめちゃ美味しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そしてお別れの時、まあ、ぜひ大学生になったら、はい、東京でまた会いましょう。ぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。じゃあ壮大受験物語、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。本当にありがとうございます。いつでも東京に来た時は俺にしまっていいから、はい、待ってます。共に行きます。また東京で頑張りましょう。壮大受験物語、これ
これにて終了なんですけれども、まあ、結果は残念なものになってしまいましたが、僕としては本当に、ね、幸せな1年間だったと思います。バンカラジオさんに、支えられ、そして、家族や、ね、仲間、そして視聴者の、ね、皆さんの、コメントもあって、最後までやりきることができたので、本当にねもう感謝しか、ありません。本当にありがとうございました。YouTube の方でも、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。仕事を辞め1年間の生活ほぼ全てを受験勉強に費やしたネク君、結果は不合格に終わったが、彼が受験を通して得たものはこれから歩む第二の人生の糧になるだろう。